堀内つ雄氏がブログで炸裂、小笠原投手を容赦なく批判、ピッチャーの基本を忘れたか、球審にも激怒、止めるべきだったのに、巨人の監督経験を持つ堀内つ雄氏、し、76歳が、9日に自身のブログを更新し、中日の投手である小笠原慎之介投手、26歳の投球スタイルに例の批評を述べました。堀内氏が注目したのは、 8日にバンテリンドームで行われた中日対巨人の試合でした。試合結果は巨人が4、1で勝利し、中日の先発投手である小笠原は7回を投げて1点を失いましたが、チームの打線の援護がなかったために敗戦投手となりました。今シーズン1勝3倍の成績を残した左腕に関して、堀内氏は、セットポジションからの投球が長すぎるのはいかがなものか、というテーマで意見を述べました。特に、 初回の無視一塁の場面を取り上げ、バッターは萩尾選手で、小笠原投手は1球ごとにセットポジションに入ったまま、すぐに投げずに止まっていました。8秒くらいかな。結構な時間でしたね。新人の萩尾選手ですら、我慢できずにタイムを取ったほどで、一昔前なら、新人選手が金田昭一さんにそんなことしたらマウンドから怒鳴られているでしょう、と述べました。長い間合いを作ることがどこで問題か。 堀内氏は、ピッチャーとバッターの戦いは、イーブンから始まらなければならないと思っている、と述べ、それでなくとも先手必勝ではないけれど、先に投げるピッチャーの方が有利だと思う。バッターはピッチャーがセットに入ると、息を止める。息を止めた状態でボールを待って打つ。息を吐いたら力が出ないからね。でも、あんなに間合いが長くなると、息を止めていられないよ、と説明します。その上で、仮に、 投げる間合いを長く取って相手のタイミングを崩すなど、そういうことを意図しているとするならば、それは止めた方がいい。いいピッチャーになればなるほど、ボールで勝負すべき。言葉を選ばなければ、投げる前のそういった小手先を使ったような戦いはイーブンじゃない。俺はそう思うんだよね。そもそも小笠原はそのようなことが必要なピッチャーじゃないだろうに、と実力を評価しているからこその苦言を述べました。ただ、 堀内氏の関心は小笠原にとどまらず、長い間合いを良しとした球審にも向けられました。審判もなぜ止めなかったのか、仮にルールとして明確なものがなかったとしても、遅延行為として注意すべきだと思うよ。それくらい長かったし、1球ごとにやっていたからね、と述べました。MLB でのピッチクロックの導入により、投球までの時間制限がさらに短縮され、日本の NPB でも時短が推進されています。 堀内氏は、日本でもこのような議論が行われており、今回のようなプレーが出てくれば、導入への議論が早まるかもしれません。ここは自分のこととして考えてもらいたいと思っています、とブログを締めくくりました。野球ファンの声。堀内さん、昔から遅延行為や試合時間の延長を嫌っていたよね。解説時代に、中日のレギュラーキャッチャーだった中村武氏が補給するたびに、 ピッチャーよりも数歩歩み寄って声をかけながら投げ返していたのを、いちいち長いって文句を言っていたのを思い出しました。NPB のルールに関わらず、ポスティングで MLB 遺跡を熱望している小笠原自身が、実際に渡米してからアジャストするのに苦労するかもしれませんね。今の MLB はルールの範囲内でしか駆け引きできないからです。MLB の無双者15秒、郵送者18秒は短すぎると思いますが、 セットに入ってから何秒も動かないのは注意すべきだと思います。アマチュア球界でも一律20秒の制限が増えている印象なので、NPB も同様の基準を導入する可能性は低くないでしょう。まあ、も投手と打者の駆け引きの一環だと思うので、ピッチクロックの導入には反対ですが、このような抜け穴が頻発すれば、ピッチクロックの導入を求める声が高まるでしょう。野球界のためにも、 すべての投手にこのことを肝に銘じてほしいです。小笠原の神ピッチングにもかかわらず、1勝3敗、30回連続援護なしの凄惨な悲劇、ファン大激怒、中日の小笠原投手、防御率1.99という素晴らしい成績を残していますが、1勝3敗、なんと30回連続で援護点が得られずにいます。小笠原投手はこのシーズン、6試合に登板しすべて QS。 6回以上自責点3以下を達成していますが、打線の援護に恵まれず、1勝に結びついていません。ファンからは、報われないという声が上がっています。8日の巨人戦では、7回1失点の好投を見せましたが、敗戦投手となりました。これで今季は6試合で1勝3敗 QS 率は100%でありながら、ハイクオリティスタート。 HQS7 回以上自責に以下も50%という状況ですが、白星に結びついていません。その原因は、打線との巡り合わせの悪さにあります。データによると、小笠原が登板した際の援護点はたったの6点で、これは規定投球回に到達した投手の中で最も少ない数字です。また、援護率、9イニングあたりの援護点も1.33で、最も少ない状況です。 小笠原投手が登板している間、チームが得点したのは4月9日の d n a 戦、横浜の3回に2点を挙げた時が最後で、実に3次ヒニング連続で無得点が続いています。この状況にファンも同情しており、援護してあげてほしいという声が SNS に寄せられています。中日は現在14勝16敗4分けで、ヤクルトと並んで5位タイ、92得点はリーグ4位ですが、 投稿打点が進んでおり、1試合平均得点は2.7という数字です。今後の展開に期待するばかりですが、選手たちはチームメートを信じて頑張り続けるしかありません。野球ファンの声、神宮では打線が当たり前のように打てる一方で、バンテリンよりも他のビジター球場でもそれなりに得点できると感じます。しかし、良い投手陣もビジターゲームでは当たり前のように打たれます。この揺るがない事実から、 バンテリンドームは投手にとって有利であり打者にとっては不利な異常な球場であることがわかります中日の投手陣が投げやすい球場で抑えられているのと同様に相手投手も投げやすさを感じています小笠原投手は確かに良い投球を見せていますが今シーズンの6試合中5試合で先制点を与えてしまっています早い回に失点することも多くそのまま流れを引き戻せずに終わってしまうことが多いです それにしても、打線には現在、期待できるポイントゲッターが細川選手ぐらいしかおらず、頻打が続いています。打順の組み合わせもそうですが、もっと足を絡めるなど、少ないチャンスでも得点できるようにしてほしいです。メジャーリーグに行くためには、勝ち星や明確なタイトルがあると注目されるでしょう。少なくとも、球団には投球回や QS 率も重視してほしいです。もちろん、 打線が奮起して打ちまくってくれることを期待していますが、そうすれば勝ち数もついてくると思います。これは防御率などを見たトータルのデータです。野球には流れがあり、投手の投球の仕方によって打線が影響を受けます。例えば、防御率が良くても、間合いが長かったり死死球が多い投手だと打線に影響を与えます。リズムよく打者を打ち取る投手は良い影響を与えます。必ずしも投手の責任ではないにしても、 小笠原の投球はトータルでは良くても完璧ではありません。巨人との3戦目も DNA との試合でも先に先行されてしまっています。特に巨人戦は一四万塁であり、一つ間違えたらぶち壊しになりかねないスタートでした。そんなスタートで打線に影響を与えないはずがありません。基本的に、先発投手はトータルで抑えれば良いではなく、まず先に点を与えないことの方が重要です。極論で言えば、 一点も与えなければ負け投手にはならないはずです。負けない投手になることと、打線にいいリズムをもたらすことが大切ではないでしょうか。